全国外国人雇用協会留学生就職学院の門田千佳です。第168回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。毎回4社から6社の求人企業の情報を皆さんにご案内しています。でこの中で受けたいものがあるという方はこの動画の最後の方にお申し込み方法をお伝えしていますので、そちらをご確認の上お申し込みください。社長面接ができるチケットをお送りさせていただきます。それでは今日の1社目からご案内させていただきます。こちらは宿泊、ホテルですね。その求人になります。場所は神奈川県です。最寄り駅は新松田という駅ですね。新宿から75分、1時間と少しのところにあります。でここはですね、ホテルといってもキャンプ場とかコテージとかちょっと小さいタイプのものですね、の宿泊場、宿泊施設があります。でその、キャンプ場自体はとても広い大きいところなんですね。で泊まる施設は小さいもの。でここでの、いろんなものですね、コテージとかログハウスとか、ね、山荘とかがありますので、そういった施設の運営管理、それから、売店もありますので、その販売業務などが、お仕事となります。当然事務とかね、清掃とか、まつわる仕事は全部やっていただきます。で一応通える距離だとは思いますけども、社員寮もありますので、そのあたりは面接の時にねよく確認してみてください。引っ越した方がいいなという方は、引っ越しをして社員寮に住んでください。水道光熱費込みで5000円ですからね、とても安いですね。いいと思いますね。はい、2人募集、一応2人募集ということですけども、と、たくさん内定出るかもしれませんし、あるいは全然出ないかもしれない。それを受けてみないと分かりませんのでね、興味がある方はどんどん面接やってみてください。お給料25万スタートですからね、結構いいと思いますよ。面接は明日です。明日、戻ってごめんなさい、明日月曜日の2時に面接をします。よろしくお願いします。はい、2社目、こちら設置のお仕事ですね、インストールですね。面接は火曜日、26日火曜日の4時です。夕方4時。何の設置をするかというと、電気設備ですね。いろんな建物に、ついている電気、この設備を取り付けるというお仕事になります。勤務地は千葉県の松戸市、これは会社の場所ですね。会社は千葉県松戸市ですけども、働く場所というか実際取り付けに行く場所はいろんなところに行きますね。だいたい首都圏内ですか、東京とか埼玉とか千葉とかそういったところに取り付けに行きます。電気工事に関わる作業ですね。長期間働ける方、真面目な人歓迎ということで、特にね電気の勉強してなくても大丈夫です。してる人はまあもちろんぴったりですけどね、資格とかは特にいりません。お給料は25万から30万、ここもね結構高いですね。3名募集です。火曜日面接、よろしくお願いします。続いてこちら工場、食品工場ですね。水曜日2時に面接をします。27日水曜日です。こういった商品ね、だしパックとか、それからあこちらもだしですかね、スーパーでね見たことがあるかもしれません。こちらはかつお節ですね。すごく有名な会社さんなんです。大きな会社さんですよ。で、東京にも営業所はありますけども、今回は工場の中で働く人ということで、富山県、富山市の、募集です。富山県は東京からは少しだけ離れますね。富山駅から15分と書いてますけど、東京から2時間ぐらいかな、かかる場所ですので、引っ越しはもちろん必要です。ですから寮があるかとかね、そういったことは詳しくは、面接で聞いてみてください。すごく有名な会社です。大きな会社です。もう全国で販売されていますよ。最初機械を操作して計量とかね、異物、選別の作業とかですか、簡単な仕事からスタートです。未経験の方でももちろん大丈夫、工場希望の方ぜひやってみてください。20万5000円スタートになります。はい、水曜日面接です。続きましてこちらは飲食のお仕事ですね。こちらは金曜日2時、29日金曜日2時に面接をします。ラーメンとかのお店ですかね。はい、場所は東京都目黒区ですね。東京都内、いいですね。中目黒、ごめんなさい、中目黒駅です。中目黒は、
東京から26分で書いてますけど、渋谷からすぐなんですね。この路線図ちょっと分かりにくいですけど、恵比寿の一個隣というべきですかね。渋谷からも確か1つか2つですね、メトロの日比谷線と、あと何が通ってるかな、東急かな、が通ってるはずで、すごくね、東京の、あの中心地、東京ってね、実は中心地って東京駅のようで、実際は渋谷とかね、新宿とかのが賑やかですよね。そっちからすぐの場所にあって、とてもいい場所ですよ、中目黒ね。はい、大手飲食チェーン店です。新潟県を中心に国内外展開、ラーメン店は24店舗、レストラン7店舗、中華のお店が3店舗、とてもたくさんの店舗展開されて、従業員が1000人いらっしゃる。1000人すごいですね。それぐらいの大きな会社です。で、この、ラーメンのお店でね、店長を目指してください。ラーメンとかサイドメニューの調理接客からスタートして店舗マネジメントを終えてくださいということですね。はい、2人募集します。18万5千円から25万のスタートです。もちろんどんどんね上がっていくと思いますので、詳しくは、面接で確認してみてください。金曜日の面接です。はい、続きまして5社目、こちらは設置のお仕事ですね。こちらも29日金曜日の2時となります。今度はですね、金属パネル、防火パネル、これを取り付けます。これも建物の中に取り付けるお仕事ですね。はい、会社は神奈川県横浜市金沢文庫駅にありますよ。横浜から15分、東京からもすぐですね、多分40分、50分ぐらい行けないかなと思いますね。はい、安定したお仕事です。しっかり稼げますよということですね。耐火間仕切り、間仕切りって途中の壁ですね、扉と言えばいいのかな。火事になった時その扉を閉めるとそこからは火が広がらないというもので、大きな建物に必ず取り付けることが決まっているので、仕事がいっぱいある、ということで月給は30万以上もらえますよ。稼ぎたい方ね、ぜひやってみてください。特別な資格は必要ありません。お給料30万スタートです。ぜひねチャレンジしてみてください。はい、続きまして6社目、 CAD のお仕事、 CAD、 CAD を勉強している方チャンスですよ。こちらはですね、千葉県八街市にあります。東京駅から58分、大体1時間ぐらいのところですね。まあ、千葉からだともうちょっと近いですね。千葉に住んだらもっと近いと思います。はい、住宅用部材の輸入とか製造加工販売をやっている会社です。ここで、木造建築部材の CAD 入力をお願いします。入力なので多分そんな難しくないですね。 Excel とか Word のスキルがあればできる。もちろん CAD の勉強してると一番いいですね。 AutoCAD とか JWCAD できる方はアピールしてください。内定のチャンスが広がりますということですね。はい、CAD 入力どうやっていただけますよ。20万から29万です。特に CAD 勉強してなくても大丈夫です。面接は言いましたかね、ごめんなさいね。8月1日月曜日の2時面接です。よろしくお願いします。はい、今日は以上6社ご案内いたしました。この中で受けたいものがあった方、チャンネル登録お願いします。その上でメールまたお電話で、お申し込みの問い合わせをしてください。そして社長さんとの面接はオンラインではなくて直接の面接になります。で、直接面接ですけど、それぞれの会社に行くのではなくて、私たち留学生就職学院の方に社長さん方来てくださいますのでね、さっき言いました日時に東京神田の留学生就職学院に来てくださったら面接ができます。はい、で、今日6社でしたけど、もっと他にもいっぱい、お仕事ありますので、知りたい方、有力企業就職フェアリアルイベントにぜひお越しください。土日塾もずっとやっています。月水金は11時から、火木土日は1時から開催しています。毎回50社ね、ご案内できますので、ぜひ見に来てください。場所はこちら、東京 JR 神田駅から徒歩5分の場所にあります。そして名古屋と大阪にも支店がありますので、こちらに行っていただいても結構です。ここから東京の案件を、ね、面接することもできます。JR 名古屋駅から徒歩5分、 JR 新大阪駅から徒歩5分、徒歩3分の場所にあります。いずれの場所も遠い方はね、個別のオンライン対応させていただきますので、先ほどのメールまたはお